ささやき一つでたやすく変わる。ささやき一つで世界を変えようじゃないか。こんちは、今日は進化ウィッチを久しぶりにね、半年以上ぶりかな、使っていきたいと思うんやけども、まあ新しく追加された魔人の使役者というカード、まあ一回も見るカードじゃないんやけど、まあこの12回以上スペルブーストして、まあこのまあ書かれているカードからランダムに3枚手札に加えるんやけど、まあ12回して加えるだけやからっていうのが結構弱いと思ってて、まあカシオペアかジライアかアドラメルグかヘクターか、まあいろんな種類のカードがあるんやけど、まああんま見るカードではないよね。まあ普通に3コスとして出せば1枚加えることできるんで、まあ3コス22で出しつつ、まあヘクターとか1枚ね確定でまあ引ければ強いと思うんやけど、ヘクター引ければね相当アドは取れそうな気はするけどね、ローテーションでヘクター使えるとなかなか面白いよね。まあ構築に関してはなんかシラティとかね、結構前の進化ウィッチと違った構築としてね、あるので、まあ、面白いなと思って作ってみたんやけども、まあジンジャーがいかに今季刺さるかってとこやんね。前の環境だとジンジャーからのゼウスとかは結構ばっこり刺さってたんやけど、まあ前はやっぱ進化っていうのがね鍵やったから、進化のデッキっていうのめっちゃ流行ってたんやけど、今の環境ナテラが強いからね、その進化のデッキとナテラを比べた時にどっちが軍配上がるかやね、進化の方にマウントを取るのかナテラの方が優位に立つのかっていう、それはやってみないとわからないので、ちょっと進化ウィッチというものを今日はちょっとやっていきたいなと思います。さあヴァンパイアに遭遇していく。やれるものならやってみなさいよ。エスコートを頼むよ。まあこのデッキシラティとか入ってるのは結構面白いんやけど、とりあえずジンジャー引きたいよね。まあこの手札のまあ事故り方に関してはむしろ事故ってる時の方が勝率高いから、まあこういう事故ってる時の方がまあありがたいっていうのあるよね。モニカちゃんもちゃんと拾ってるでかいし、ルーキーマイシャーサミーもなかなかありがたいね。驚くべき機械バンプか相手。おーいいね、この事故ってる時にレッサーマミーが刺さるわけよ。オフニカルもありがたいね。次のターンの3コス以下のカードを救ってくれたね、ちゃんと。まさかしだ。しっかり顔を狙っていく。機械バンプか、懐かしいね。はい、ジンジャー拾っていく。我は軍師。ありがたいね。なんだっけ。停止します。まあとりあえずジンジャーさえ下げればゼウスをね、10ターン目まで待つことなく7ターン目とかに出すことができるから、こっから進化系をバンバン使っていけばね問題はないのでね。私にま…こっち初期発信しだ。私に負けるという2文字はないのだよ。ラブラブリーブブレイブレイブ。満面が3面あるからこそラブリーモニカの性能というものは常に最高次元のレベルまで到達することができると。まずは1点目。でもこの1体に関しては別に取る必要性はないね。我は軍師なんで星くっつけるんだ。進化機械バンプか、懐かしいな。機械バンプが進化盛り混ぜてるデッキか、懐かしいね。まあいろんななんか前はカラミティブリンガーとかね、いろんなことが盛り混ざってたデッキであったけど、まあ処理ちゃんとしてくるね。なかなかやるじゃないか。だがラブニーモニカの地獄の魂というものは永遠に続くんだ。ラブニーブリンガー王女じゃ。まずは1点目。ほらこのラブニーモニカの使い勝手の良さを見るんだよ。近づきすぎたかな。これでジンジャーのコストが7コストか。これでまあゼウスを簡単に出すことができれば問題はない。響けマントラ、矛盾の彼方へ。今怒りを感じるよ。受け入れろ。神の加護。こいつ結構小賢しいよね。なかなかやるね。だがな、私に勝てるという2文字という文言はないのだよ。甘えるなよ。甘えるんじゃないよ。私にその程度の実力が効くとでも思っているのか。進化使いたいのはエンジェルシュートプラスマジカルモーナル進化、毎ターン進化を使いたいわけよね。だからまあまあでもクラークのがここは優秀か。それやったら、いや4使うから6やから、あーそうやって元残るか。まあ次のターンにジンジャー出せればまあ十分性能発揮してくれそうなんで、であればここはクラークで処理する感じにするか。新たな知識を求めて、そしてまあ術式で処理一般。我の者
はい、2本3本残酷な世界光よ。まあ、ヘメラもだいぶニコスサーチで強いからね、年持ってなくても優秀っていうのがヘメラの可愛いところではあるよね。驚くべき技術を解放しようか。シュレシュレレ負けつく何だかしんだよ。おう、なかなかやるじゃないか。だがこのターンに私は神社を降臨させることができるんだよ。だからこのターンを出すと手札溢れてしまうので、ここは処理に回るか。やっぱ処理するっていうのもね、非常に重要な動きになるからね。まあさすがに処理のがいいな。一本はい、そして聖徳僕様の投稿です。そして進化付与させて、進化権をこのターンもう一回使って神社のコストを下げていく。そして次のターンに神社コンボを決めていくよ。神社を進化使うことによって、そのターンに、まあ、自分のターンかわしに神社の言霊をね、1枚加えるを持つことになるんでね、それがやっぱ強いよね。進化使うメリットはそれの意味があるからね。ビビるだろ、その姿。はい、てか死は結構強いよな。だがここに関してはもう神社一択であると。ささやき一つでたやすくかわすわ。ゼウスも強いけど、ここシワで一回こうシワシワさせるのありね。アーノルド・シュワッツネッカーみたいな感じで、響けマントラ、無尽の彼方へ、さあ行こう。無尽の彼方へ。これでもうね、めちゃくちゃ強い動きできてるよ、ほら。そして、まあ、土も一応置いといて、そして、あい、4点ダメージ。4点返されたら4点で返すんだよ。7点のダメージは食らうの嫌やから、絶対処理は回らないと負けちゃうからね、相手。か弱い私に加減を頼むよ。くぁ、死んな。驚くべき技術だ。ファーストは、アンロック。小坂死んな。まあでもさすがに神社は処理するよね。ただこのターンに9点食らうのか。甘えるなよ。私に負けるという2文字はないのだ。キングことなまきろい。いい。オリビエが4か。まあここはモーラのシナジーを考えていきたいよね。まあとりあえず神社の厳令でゼウスは確定で、まあ1コストにしたいよね。まあモーラかな、ここはモーラ使って。俺は慈悲あまねくの大地アイまずは1点目マジカルリベンジ。これでね9点なんで、モノの、まあ、リーサルなくなるからさらに回復していく。危ないな、めっちゃ考えることがあってちょっとテンパってしまうな。このデッキ難易度が高い。いやー、自分の悪いところやな。なんかいろんなこう方式のこう択を考えちゃっていうか、今結構考えて危なかったな。多分一番多分この答えが成功かな。まあ多分これが一番成功法。まあ何か違うパターンがあったらコメ欄に書いてほしいけど、なんかオリビエを掛け合わせみたいな動きもちょっと考えたんだけど、ただ回復もしないとこうゼウスで回復しないと負けちゃうってもあったから、いろんなことを考えない。アイテムが進化系使ってんじゃねこれ。うごめきひしめきあんたを食らう。だが神社の伝おおおやばい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 、えぐいだろマジでやってることが。神社の伝令、そしてマジカルモーラーだ。そして同じ行動するか。まあ神社の言霊にゼウスを下げる確定なんで、あれは金玉あまねくの大地。まあ789できたよね。モーラちゃん1本、そして魔術の一撃を2本で、進化剣を使ってからゼウスを出すという動きにしてきたよね。マジカルラベル、返すわ。まずは1点目、ほら。そして我は金玉あまねくの大地。だからおかしいでしょ。おお、救急必殺はなかなか太いね。てかさっきのターンあれか、モーラ進化からのゼウスやったけど、なんかちょっと自分のプレイングあんま記憶にないんやけど、多分そっちの方が良かったね。多分ゼウスさっき出しちゃったよね。このデッキはね、結構まあ私でもプレミするぐらいやから慣れが必要やね。単純計算で見ても結構な練習は必要になってくるよね。メイドやめたい、そう言わないで。処理できるかこれ。ゼウスに当てていく。あー、200か。この択は結構です。魔装では負けないよ。甘えるんじゃないよ。この択は結構です。おお、ゼウスが残っていく。痛いね。我は危機あまねくの大地。
オリビエが6コストで出せるのか面白いね。これでももうほぼ勝ちみたいなもんあんな。ジンジャーの幻霊を、とりあえずモーラちゃんに使って、まあフニカルとかで処理しながらって感じでいこうか。ここに関しては我は軍神、雷鳴の決心、熱せよ。まあエンジェルシュートで回復させないってのもありやな。まあこうするか、こうやね。でこういって、あ、これが一番強いな。でもこれエグすぎひんか。進化圏付与されていく。別に進化圏は次のターン使ってもいいので、まあ残しておく感じするか。あーいー、やばいなこれ。しかもフニカルが、俺は父ホネ君の子。もういいわ。あらバカな、マジか。ちょっと待って、あれ私の勝ちのパターンが見え、あれゼウス、あれゼウス2体、あれ